なんて言ったってあの私はね宇宙ステーション作りたいんですよ、本気でね。宇宙ステーション作るの自分のものじゃなくてもいいんだけど、ある程度やっぱお金が必要ですよね。まあ自分のものじゃないとしてでもそのぐらいのお金を束ねられる力が必要になってくるんで、そうね、あのこの空の向こうにね宇宙ステーションを作りたいんですよ。しかも宇宙ステーションのくせにめちゃめちゃセンスのいい空間ね。要は地球上にあるセンスのいい空間が宇宙にあって、で全部ガラス張りとかで地球を見下ろせたらすごい最高の空間になると思うんですよね。もうねそれはね一回行っただけでね、もうほんと人生にはずっと忘れない経験になるような皆様にとってそういう空間を作りたいんですよね。同じものが地球でまあかなり最高のものというかいいねって言われてる各国のものが宇宙にあるだけでも全然違うと思うんですよね。まあそれをねどうにか作りたいんですけどね。そうなんだよねたまにねこうやってね一人で泣いてるんですよ、そんなことを思いながら。泣くんだよね泣くんすよね、一人でたまにこうやって。これね結構昔からあるんですよね。なんかインド行ったりモロッコ行ったり星を見て泣いたりね、そのなんていうかな海を見て泣いたりね、なんかこう泣くっていうのはね綺麗で泣くのもあるんだけど、なんか自分の不甲斐なさを思って泣くっていうのかな、泣くんだよね。結構泣きますねこれ私。泣くなぁ。もう今もね結構もう気抜いたら泣きそうですからね。一人泣いてるやつってちょっとおかしなやつですね。泣くんだよねこれ。すげえ綺麗だしね、なんかね。もうね私も36ですよ。まあ7なのかな、いや6だろうな多分。あんまり最近覚えてないんですけどね。